リモリ県、リモリ県、リー・トゥーシェン、1988年4月21日隊は、千葉ロッテマリーンズに所属するプロ野球選手、内野手で、右投げ右打ち。台湾、中華民国台北市の出身だが、日本国内の高校へ3年間在学したため、NPB では、日本人選手として扱われている。高校時代までの本名は、リ。リ ビニエンだったが、の福岡ソフトバンクホークス入団を機に、リモリ剣へ改名。登録名は、同年のシーズン中のみ、トゥーシェン、以降は、リモリ剣を用いている。なお、母国のチャイニーズ台北代表として、国際大会へ出場する場合には、リヘイことわざ、ビング・ジェン・リーと名乗っている。ジップは、台湾プロ野球で、左腕投手として8シーズン活躍した。 元プロ野球選手のリト・ヒロシ。実母の妖霊玉はソフトボールのチャイニーズ・タイペイ代表選手だった。福林国小学校入学と同時に野球部へ入ると毎日試合に出たいという理由で内野手を希望した。6年生の時に全国選抜大会で優勝し、福岡ドームで開催されたアジア杯、少年野球大会のチャイニーズ・タイペイ代表に選出され、 3位の成績を残した。二重国中1年時には、台北市代表に選出されて、全国大会に出場し、優勝技能賞を獲得した。台湾の衛星放送で、阪神甲子園球場の高校野球全国大会中継を見たことや、ジップが森県に世界を見せたいという教育方針を持っていたことから、中学校からの卒業を機に、日本へ語学留学。 岡山県共生高等学校に一般の留学生として進学した。共生高校では一年次の春から肖像類種、後に声優劇種に定着。夏の選手権岡山大会までに対外試合で10本類打を放った。一年生対賞の大会では左翼、中堅、右翼方向に打球を飛ばした末に1試合に3本類打を記録。さらに、 二年時の秋までに対外試合で47本塁打を放ったことから、練習試合でも勝負を避けられるようになった。在学中には、春夏とも全国大会への出場に至らなかったが、日本語検定で3級に認定された。強制高校へ3年間在籍したことによって、NPB の球団に日本人選手扱いで所属できる資格を満たしたため、 高校3年生だった2006年の秋に、プロ志望届を、日本学生野球協会へ提出。同年の NPB 高校生ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから4巡目で指名されると、契約金4、0円、年俸540万円、金額は推定という条件で入団した。入団当初の背番号は45、ウエスタンリーグ公式戦で、 二類種や三類種として30試合に出場。通算51打数で二本類が打率255を記録した。ウエスタンリーグ公式1053試合に出場。一類の守備にもついたが打率が189にとどまるなど打撃不振に陥った。第2回ワールドベースボールクラシック WBC の台湾代表候補に選ばれたため、 2月の春季キャンプ中にオーストラリアでの代表合宿に参加したが最終メンバーから外れたウエスタンリーグ公式戦には57試合の出場で3本塁打打率241をマーク7月23日のフレッシュオールスターゲーム札幌ドームにも同リーグ選抜の一員として出場したウエスタンリーグ公式戦86試合へ出場するとともに 通算301打席でリーグの最終規定打席に到達。打率289リーグ4位9本塁打リーグ5位対47打点リーグ2位という好成績を残した。一軍公式戦への出場機会はなかったがウエスタンリーグの公式戦では外野の守備にもついている。11月12日から11月27日まで中国 甲州で行われた第16回アジア競技大会で台湾代表に選出された。11月14日のタイパキスタン代表戦で途中出場。11月15日第3戦のタイ香港代表戦では8番左翼手で発出場した。また代表となったことで兵役も免除された。ウエスタンリーグ公式戦には98試合へ出場。通算360打席で 最終規定打席、二類種として規定試合数を満たした打率。298、リーグ3位、46打点、リーグ3位の成績を残したが、一軍への昇格は見送られた。6月22日の対北海道、日本ハームファイターズ戦で、8番、一類種として、スタメンで一軍公式戦にデビュー。翌23日の同カードでも、7番、一類種として、 スタメンに起用されると、6回裏一死1.2塁で、迎えた第3打席で、犬井新大から適時2塁打を放ったことによって、一軍公式戦での初安打と初打点を記録した。8回裏の第4打席では、至球で出塁した後に、本塁へ生還。一軍公式戦初得点を記録するとともに、チームは、この得点で、逆転勝利を収めた。 6月28日に出場選手登録を一旦抹消されたが、7月17日に再登録。7月18日の対オリックスバファローズ戦、いずれも福岡やフージャパンドームでは、8回裏西から一軍公式戦で、初めて代打に起用されると、高宮和也からのソロ本塁打によって一軍公式戦初塁打を記録した。以降の試合でも代打への起用が続いたが、 9試合で16打数1、安打と振るわず、8月25日以降は1軍から遠ざかった。1軍公式戦全体では、スタメンで8試合に出場。代打では、通算で7打席ながら、打率。667、6打数4の安打、1本塁打、1打点、出塁率。714という好成績を残した。その一方で、 シーズン終了後に模様された第3回 WBC の予選ラウンドにはチャイニーズ台北代表の一員代表チームの予選突破に貢献した。第3回 WBC 本大会の最終メンバーから外れたが NPB のレギュラーシーズンでは5月9日から1軍へ昇格5月18日の対阪神ガス戦では 一軍公式戦で初めて二塁手としてのスタメン起用を果たすと、一本塁打を放つなどの活躍で自身初のマルチヒットを達成した。この試合を含むセパ交流戦では、他の選手と交互に一番、または二番打者を任された末に、通算13試合の出場で打率。304、23打数7安打、二本塁打、5打点をマーク。チーム4度目の交流戦優勝に貢献した。 7月3日に出場選手登録を抹消されたが、24日の再登録後は、レギュラーシーズンの終了まで1軍に定着。1軍公式戦全体では、スタメンで18試合に出場した。チームで2番目に多い25試合に起用された、代打では、打率、220打数4安打、1打点ながら、出塁率、360を記録。左投手相手の対戦では、 通算64打席で打率、340、53打数18安打、3本塁打を記録するなど相性が良く、スタメンへの起用も左投手の先発が予告された、試合に限られた。その一方で、右投手相手の対戦では、通算で8打数無安打に終わった。シーズン終了後の11月には、台湾で開催された2013ベースボール、 チャレンジ日本 VS チャイニーズ台北にチャイニーズ台北代表として前3試合に出場。1塁、2塁、3塁を守りながら2試合にスタメンで出場すると通算で打率。205打数1安打、1打点、1得点、1死球、1失策を記録した。11月9日の試合では8回裏に代打で起用されると日本代表の高木とも当時は NTT 東日本公式野球部に所属から敵地打を放っている。一軍公式戦には5月21日から6月1日まで通算5試合に出場。2試合にスタメンで起用されたが通算9打数1安打と振るわずシーズンの大半を2軍で過ごした。ウエスタンリーグ公式戦では86試合の出場で打率。263、7本塁打。 34打点をマーク。2軍のリーグ優勝で迎えた千葉ロッテマリーンズとのファーム日本選手権10月4日では黒沢翔太から勝ち越しのソロ本塁打を放ったことによって優秀選手賞と本塁打賞を獲得した。レギュラーシーズンの開幕前に左は秋原を痛めたが4月8日に2軍対3軍の練習試合で実戦へ復帰。 しかし、3日後に出場した広島東洋カープとのウエスタンリーグ公式戦で、守備中に右肩を脱臼した。その後は、右肩のリハビリに専念。10月4日に、球団から支配下選手契約の解除を通告されたが、11月13日には、育成選手としての再契約と、背番号125への変更が発表された。ウエスタンリーグ公式戦41試合に、 出場したが、打率、191と振るわず、10月22日に、球団から戦力外通告。10月31日に、NPB から自由契約選手として公示されてからも、再契約に至らなかった。その一方で、11月下旬から12月中旬まで、台湾で催されたアジアウィンターリーグには、台湾がアマチュアチームの一員として参加した。 中華職業棒玉大連盟、CPBL のトミックにガーディアンズと契約。背番号5を着用したが、2軍公式戦5試合の出場で、打率208打数にあんだという成績を残すにとどまった。練習生としての契約だったため、CPBL の規定に沿って、7月の CPBL ドラフト会議で支配下登録を前提に、 トミックにやた球団から指名される可能性もあった。しかし、実際には、どの球団からも指名されず、シーズン途中で退団した。NPB への復帰を模索。2017年12月に、台湾の野球教室へ参加した際に、千葉ロッテマリーンズへの入団交渉に臨んでいることを明らかにした。2月1日から、ロッテの石垣島春季キャンプへ参加。 ソフトバンク時代のチームメイトだった、大ートナ・リ前ベースボールチャレンジリーグ、富山サンダーバーズのフランシスコ・ペゲーロと、強入団テストを受験した。上記の入団テストに合格したことから、2018年2月16日付で、ロッテと正式に契約。2年振りの NPB 復帰を果たした。支配下登録選手としての契約で、背番号は67、登録名については、 契約の当初リートゥーシェーンを使用していたが、オープン戦期間中の3月13日から、ソフトバンク時代の後期と同じリモリケンへ変更している。3月17日にゾゾマリンスタジアムで開かれた、フルス・ソフトバンクとのオープン戦で、1点ビハインドの9回裏シ1塁から、代打に起用。この打席で、同点三塁打を記録したことをきっかけに、代打要因として、NPB では、 初めての開幕一軍入りを果たした。4月6日の対日本ハム戦、東京ドームでは、9回表の代打起用で二点的自打を放ったことによって、NPB の一軍公式戦では4年不りの安打と打点をマーク。以降の試合でも、代打で2安打を放ったが、4月27日付で、出場選手登録を抹消された。プロ入り前は、背筋力 230kg を生かした。 高校通算53本塁打、打率。525のパワフルな打撃が持ち味だった。遠投は110メートル、50メートル走のタイムは6秒3だった。ドラフト指名当時、小川和夫スカウト部長からは、ハンドワークが非常に柔らかい選手。右にも左にも打てる、長打力や体の強さは、井口忠人に匹敵する能力を持っていると評価されていた。 ソフトバンク時代の2013年には、当時の二軍打撃コーチ、大道常吉から、チームで数少ない右の長距離打者と、評価されていた。ちなみに、2014年までの8年間には、ウエスタンリーグで、通算打率、271、出塁率、346を記録、35.8打数に1本の割合、1432打数40本塁打で、 本類打を放っていた。その一方で、投塁成功率は低く、2014年までに、通算34回の起訴で15回の成功に、とどまっていた。同年までの守備率は、1類種として、988、通算93試合、2類種として、978、通算259試合、3類種として、950、通算243試合、 2010年のみ、ウエスタンリーグ公式戦10試合で、左翼の守備についた。幼少期から、台湾の衛星放送で、ホークス戦の中継を観戦した縁で、ホークスのファンになった。好物はパンケーキで、専門店に足を運ぶほどである。ホークス時代の2009年から2014年までは、鳥越雄介内野守備総類コーチの勧めで、ホークスの OB である。 井口忠人、当時は、ロッテの内野手が、オフシーズン中に主導していた自主、トレーニングに参加。そのトレーニングに同行していた、鳥谷隆から、筋力トレーニングへ取り組む姿勢も学んだという。ちなみに、井口は、2017年シーズンで現役を引退すると、2018年シーズンから、ロッテの一軍監督へ就任。鳥越も、一軍ヘッド兼内野守備総理コーチとして、 ロッテに移籍した。リガロッテとの入団交渉中であることを伝えた台湾の報道では、前述した合同トレーニングや NPB のオフシーズンに現地で開催する野球教室を通じて井口と親しい関係にあることが取り上げられていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。